アロハ、ハワイの吉見大輔です。新しく YouTube チャンネルを新装スタートしました、フラナビハワイチャンネルです。よかったらチャンネル登録もお願いします。このチャンネルではですね、いろいろフラダンサーに役立つ情報を、シェアしていきたいと思うんですけれども、メインとなるのはフラダンサーに見せたい、ハワイのフラソングに歌われた場所にご案内するということをやっていきたいと思います。そして第1回目の今日、皆さんをご案内したいのはマノアです。ここはどこかというと、タンタラスの丘、夜景ツアーでね来たこともある人もいると思うんですけれども、タンタラスの丘の上に来ています。で、この丘の上から見えるこの下なんですけれども、町がありますが、これが、マノアの谷です。で、谷の中に町があって、で、ここからちょうどハワイ大学のキャンパスが見えたりしています。そして、ちょっと向こう側にはダイヤモンドヘッドもあります。ダイヤモンドヘッドはこんな感じでね、あそこにあります。で、ここで、まず何を見せたかったかというとね、僕の背後にあるこの尾根ですね。あ、失礼、今こうやって時計を見てるように見えますけど、これ Apple Watch で今 iPhone で撮影してるんですけど、その画面がここで見れるので確認してるんですね。で、ここに見えてるこれがバアヒラという、尾根です。山というか、丘というかね。で、このバアヒラというのがいろんな歌に出てきます。例えば、まあ特に有名なのはトゥアヒネという歌ですね。ハパがレコーディングしたとっても素敵な、僕も大好きな歌なんですけれども、そのトゥアヒネの、冒頭で出てくるバアヒラという丘がこちらです。で、この丘の中腹に僕は住んでいるんですけれども、歌の中でバーヒラどんな風に歌われているかっていうと、山の上に、霧雲がかかって飾られているっていう、その景色が描かれています。そのバーヒラがこれで、このバーヒラなんですけれども、ハワイのマノアに伝わる、民話伝説で、虹になった美女カハラオプナのストーリーがあるんですけれども、そのストーリーの中の、登場人物でカハラオプナを、殺してしまう、カウヒというねプリンスがいるんですけれども、そのカウヒが罰を受けて、ここに寝かせられて、ずっと虹になったカハラオプナを見ていなきゃいけないっていう、結末になったカウヒがの姿がここにあるっていうふうに、伝えられています。でね、この姿を見るとちょっとね、この映像の中でもしかしたら見えづらいかもしれないんですけれどもね、人が横たわってるように見えるんですよ、こういう角度と。それがカウヒの姿だと伝えられているっていうバーヒラです。では、これからこの谷を降りてもう一つ見せたい場所に行きたいと思います。タンタラスから降りてきて、マノアの谷の中心に来てます。で、服昨日と変わってますけれども、昨日とっていうかね、日にちまたぎましたっていうのは、昨日あのあと谷に降りてきて、お腹空いたので谷の中にあるタイ料理のプレートランチのすごい美味しいところ、バンコクシェフによって食べてからここに来たら日が暮れてしまったので、翌日撮っています。で、ここなんですけれども、ここは場所の名前は、チャイニーズセメタリー、つまり中国人墓地です。なんで墓地に来ているかっていうとですね、
ハワイアンソングに歌われる場所なんです。ここは赤または赤っていう、もともと地名だった丘です。丘の中腹にいます。今で、マノアソングに歌われるバーヒラというのがこちら側にありますね。昨日いたタンタラスはこちら側です。で、何マノアという歌があるんですけれども、何マノア、そしてハヌアアーラという歌の中でこの赤という、地名が出てきます。それがここです。今ちょうどツワヒネがバーヒラをサラサラサラっと流れていってます。ここがチャイニーズセメタリーになったのは19世紀で、当時カラカウアが、移民をね奨励していました。で最初に外国から移民で入ってきたのは中国人の、グループだったそう でその第一弾移民の方々のために、ここが、与えられたんだそうです。カラカウアによってっていう場所です。でハワイアンソングフラソングの中にそんなこんな言ってる間にマノアの谷に今虹が出ました。出ました、マノアの虹です。あ、薄くなってきた。消えました。こんな風にして、このチャンネルではハワイのこと、そして特にねフラソング、メレに歌われている場所を、紹介していくっていう動画をどんどん作っていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。でこの動画の、この動画にもねよかったらいいねを押してください。あと概要欄にフラソングについて、マノアのフラソングについてのブログのリンクなんかも入れてますので、ぜひそちらも読んでください。それではまた次の動画で。アロハー。虹が出てきそう。